12時です。またテストは寒いです。やっぱり寒いもんですね。寒いですね。夜中マイナス8度とかあります。昨日アムステルダムで取り残されて、ホテルのバスを待ってる時が、いや外で立ってたんですけどね。これ寒かったですね。20分ぐらいずっと待ってました。でも結果的にホテル用意してくれて良かったですね。良かったです。最初係員によって言うことが全然違ってて、君の荷物は今出てきてるから取りに行けって言われたりして、でも出てきてなくて、おかしいなって。本当にいいんですよね。そうですね。おおらかですね。でやっと日本語を喋るクルー見つけて聞いたら、荷物は出てこないからホテルを用意してるからそっち行ってくれって言われて、なるほどね。よかったです。あとなんかアムステルダムの空港でちょっとぼやがあって、滑走路が1本使えなくなったらしくて、それで到着がまた遅れたんですね。順番増して。上空でくるくる待機したんです。それは一つまた。それもあったりして。重なるときは重なっちゃいますよね。そうですね。でもよかったですよ、今に合って。通じるんですか、街中は。まあ、大体です。大体は。はい。人がそんなにわさわさいないんですね。そうですね。今、観光的にもオフシーズンなんですね。ああ、そうだね、冬だね。ハイシーズンはやっぱりすごい混んでますね。夏ですか？夏、6月とか、それぐらいの時は。大体旅行者のコースで、ブダペスト、はい、ウィーン、プラハっていうのがこう3点セットのコースというか、ね、あ、そういうもんですか。This is the Liberty Bridge。 これドナウ川なんですか。これドナウ川、この有名なドナウ川ですね。それがコテです。でっかお城ですね。そして超高級なんですか。いや、金額的にはリーズナブルですよ。そうなんですか。なんかちょっと若干引くぐらいでかいですよね。泊まってるホテルがこれです。今からスタジオに向かいます。これがドナウ川。そうです。はい、こちらがオーケストラを録音するスタジオになります。今準備中です。みさん、ここ初めてですか？初めて来たんですよ。いつもはチェコなんですか？そうですね、出るときは放送局のスタジオだから。そっか、面白いですよね、作りは。
外交で取るときは指示や通訳さんを通して指示するってことですか。まあ一応なんか適当なところは英語っぽいもので。あ、通じるんですね。まあ音楽の話題なので大部分は大丈夫です。もしもし。こちらがコントロールルームです。はい、ここでエンジニアさんが座ってここで撮りますと。これがラを出すからラの音に合わせて調律してくねっていうやつです。はい、これラの音ですよ。ラ、ラ合わせていきます。
クリックじゃあ真ん中にあった方がいいか。じゃあ出音と混ぜてくれよ。はい、わかりました。音で聞いてみないと分かんないから、はい、そうですね、鳴ってる時じゃないと分かんないですもんね。今聞いても分かんないですもんね。あんまり、ま、低く丸くしてると潜っちゃう。潜っちゃう。OK。If possible, you will follow the creek rather than my cut.引きとクリックではクリックの方を重要視してねと言いました。野見さん、はい、もう一回だけ年もらおう、はい、目立つのは20から21の21の終わりの切り方とか、うん、演奏こっちの方が全然いいわ。ただ大まかなテンポはあるんで、はいはい、76だったら76で、はいはい、今ぐらいでいいですね。僕はいいけど、大丈夫ですよね。うん、大丈夫ですよ。 OK、 はい、いや、回りました今のテイクほとんど OK で、一応ちょっととりあえずもうワンテイク取らせてください、ね、ヘッドホンでね、なんどっちが合ってるか分かんなくなりがちな。それを今聞こうと思ったんだけど、うん、この曲さ、うん、クリックなしでやった方がいいみたいね、うん、それの方がいいと思うんだ。で、野見さんごめんね、編集伝える都合もあるので、テンポのキープよろしくです。
クリック取って良くなった。はい。うん、でもうワンテイクだけ通してくれます。斉藤さん、今デモよりはトータルで8秒長いってことは、うん。それぐらいだったら大丈夫です。ほんの気持ち遅いぐらいだから、ね。はい。大丈夫です。大丈夫です。Take three. クリックに神経いっちゃうんだよな、私は。お、動画撮ってるな。あ、すごい。これはちょっとゆっくりやったやつで。皆さん、今日のオケンはどうですか、印象は。え、いいですよ、なかなか。思ったより全然うまいですよ。しました。え、僕も落としちゃいました。あ、そうですか。オケがやばいかもしれないですよって。あの、なんか、あの楽器によってあのハンガリーの特性があるんですよ、ね。なるほど。そういうことはちょっと苦手。ホールドしてるとかっていうのを言っといて。うん。でも良かったよと。あ、そう。ちゃんとホールドしてるね。はい。英語通じるもんですね。ああいう感じで。音楽用語は大体なんていうか、うん、英語じゃなくても なんとかなる雰囲気でわかるんですね、みんな。ちゃんと演奏してるわ、うん、どうもね、聞こえなくて何なんだかわかんない。ヘッドホンに音がこうなので、ヘッドホンしてるから音遮られちゃう、うん。